皆さん、お待たせしました。ついに来ましたよ、ミーバンド5の最新情報でございます。そして加えて、なんとですね、新しいガジェットが出てくるという情報も出てきます。それがミーバンド 4C というものです。これは激アツですよね。じゃあ早速皆さんにね、シェアしちゃいたいと思います。はい、じゃあまずはね、このミーバンド 4C の方からいきましょうか。5の方はね、この後に、ね、引っ張りますね。引っ張っちゃいますね。少々お待ちくださいね。はい、そしたらまずは皆さん、この画像を見てください。はい、これはですね、インドネシアの、僕が住むインドネシアですね、インドネシアの無線電波機器に関する、認証のサーティフィケートのデータのようなんですね。これはどうやらインドネシア人のそのオペレーターの担当の人からリークされたもののようです。はい、でこれは何を示したかというと、まあ、その読んで字のごとくですね、インドネシアで、無線電波機器を使用する際に、申請しなければならないサーティフィケートが受理されましたよという、証明 の、 そのデータ表になるんですね。でこのデバイスネームですね、このデバイスネームがなんと、見てください、これミースマートバンド 4C になってるんですよ。インドネシアでの承認を通ったということなので、これはイコール、要はアジアで展開される製品なのではないかということで、まあ、ほぼ確定したということなんですね。で肝はここなんです。このモデルというところありますよね、この HMSH01-GE というもの、先日僕の動画の方でも紹介して、今ちょっとアリエクスプレスでも本当にね、今週来る予定だったんですけど、まだ来てない、レッドミーバンドのデバイスネームと、あ、デバイスネームじゃない、モデルナンバーと合致してるんです。なのでこれから何が分かるかというと、レッドミーバンドというのは中国国内向けの製品名なんですが、グローバル向け、いや中国以外の国で販売する時の名前をこのミーバンド 4C と変えたということになるんじゃないかということで、まあ、騒がれているわけです。あ、でちなみにこのレッドミーバンドがどういったものかというと、こんな感じです。ミーバンド4よりも安くて、日本円で言うと1500円ぐらい、1000円ちょっと安い、あのミーバンド4の廉価版みたいな感じで、かつデザインがちょっとね、このポップな可愛い感じになってて、4色展開のね、でこのスクリーンもちょっとミーバンド4よりも大きくてっていうね、スポーツ機能とか搭載されてる機能はちょっとミーバンド4よりも少ないんですけれども、かなりね、俺デザイン的にはめちゃくちゃ気に入ってて楽しみだなと思ってたやつなんです、ちょうど。まあ、だからこのレッドミーバンドとどう違ってくるかということですね、そのグローバル版向けに何かね、スペックが追加されたりとかするとめちゃくちゃワクワクしますよね。うん、だからまあおそらくね、早ければ来月とか再来月ぐらいにはリリースされるんじゃないでしょうか。まあ、間違いなくインドネシアではリリースされて、でもインドネシアだけでリリースされるってことはないので、おそらくアジア、まあ、日本も含めたアジアになるのかな。日本はどうなんだろう、ちょっと分かんないですけど、まあ、日本でも発売されると思いますけども、そのインドネシアでの発売時期に合わせてっていうことはないかな。だからインドネシアとか、インドとかマレーシアとかシンガポールとか、そこら辺かな、あとタイとか、そういったまあアジア、東南アジアとか中心に発売されるのかな。ちょっと日本はかなり他のアジアの国の戦略とはちょっとある種こう別枠で捉えられてるイメージがあるので、ちょっと遅れるんじゃないかな。どうなんだろう、わかんないですけども、まあとにかく早ければ来月か再来月ぐらいに発売されるんじゃないかという感じですね。はい、めちゃくちゃ楽しみです。じゃあ次はミーバンド5行きましょう。お待たせしました、引っ張っちゃってすみません。次はじゃあミーバンド5を見ていきますよ。はい、そしたらまずはこの画像を見てください。はい、これはですね、台湾の無線電波認証のサーティフィケートになるんです。まあ、NCC という名称みたいなんですが、先ほどのレッドミーバンドじゃない、ミーバンド 4C のようにですね、この台湾の無線電波法の許可をもらったよと、まあ、台湾でこの電子機器を使うことが OK だよというサーティフィケートなんですね。このサーティフィケートの中には、具体的にね、名称としてミーバンド5というのは明記されていないんですが、あ、じゃあなぜこれがね騒がれているかと言いますと、このモデルナンバーなんですね。先ほども出てきましたけれども、このモデルナンバー XMSH10-HM と、で何かというと、この今出ているミーバンド4の
モデルナンバーが07番なんですね。10ではなくて07で、その1個前の3の方が05なんですね。なので、時系列的に並べると05来て07そして10ということで、でその他のねアルファベットは全く同じなので、この台湾で認可された次に来る名前は出ていないけれども何かしらのデバイスがミーバンド5であるということが、まあ、ほぼ確定したということなんですね。これはめちゃくちゃ激アツですよ。めちゃくちゃ楽しみですよね。もしかしたらね、まあ、俺の予想では中国国内向けの販売が5月か6月っていうふうに言ってたので、本当に俺の予想通り、まあ、6月ぐらいに出てくるんじゃないかと、その可能性も十分にあり得る。あで、ちなみにですね、今回の情報の中に特にね新しいこうスペックに関する情報とかリークはね出てこなかったので、まあ、もしね、このミーバンド5の詳しいスペックがどういったものになるかとかでね、最新情報であったり噂、まあ、リークなんかはですね、以前僕が上げている動画の方に詳しくですね解説しておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。今回はですね、まあ、ちょっと省きます。あちなみにね、ここ何日か前、いつだったっけね、1週間ぐらい前からもうこんな写真がね出回ってました。あちょっとこれはねにわかには信じがたい写真ですよね。おそらくこれフェイクだと思います。なんかフォトショップが何回加工してるんでしょうね。てかむしろフォトショップでもないかもしれない。いやさすがにね、今出てるこんなかっこいいミーバンド4の次に出てくるものがこんなダサいデザインになるわけないし、こうやってもう遠目でもわかるよね。これ見てください、これ写真がなんか合成されて貼り付けてる感じ丸出しじゃないですか。ほらここの床に置いて、床に置いてるのか壁に置いてるのかわかんないですけど、まあ、床っていうかそのテーブルに置いてるんでしょうね。画像の合成が甘いというかさ、もう合成してんの丸分かりというか、この何この、なんでこの画像が外に飛び出しちゃってるんだろうっていうのは、これ分かります？これこれ画面の下のところらへんに黒ポチがあるけど、これもなんかねどういう目的なのかも分からんしね。ネット会話で反応してたリアクションとか見るとカメラなんじゃないかとかね言ってるあの反応がありましたけど、まあ、だからちょっとねどうなのかっていう、その本当のところは分かりませんけれども、俺はこれはねないんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ということで今回はですね、ミーバンド5とミーバンド 4C に関する最新情報をシェアいたしました。皆さんいかがでしたでしょうか。もうね本当にミーバンド4これから買おうかなと思ってる人とか、まあ、レッドミーバンド買おうかなと思ってる人はもしかしたらねもうちょっと待った方がいいかもしれないですね。あと1ヶ月2ヶ月ぐらい5、4C が出るので、いやーこれはめちゃくちゃ楽しいですよ。もう待ちきれないですね。早く購入したい、早くそのデザインが見てみたいですね。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひですねこの動画参考になったと思ったら高評価お願いします。そしてもしですねまだチャンネル登録していなかったらチャンネル登録の方もぜひお願いいたします。ということでじゃあまた次の動画でお会いしましょう。